はい、こんにちは。 IT エンジニア後閑克美です。今回も私の動画を視聴していただきありがとうございます。今回なんですけれども、パソコンのですね、スペックについてちょっと簡単に説明したいと思います。パソコンをですね、一般的な市販のパソコンであれば、何も問題ないんですけれども、パソコンの、スペックをですね、部品をこう、交換 して買うとかですね、カスタマイズと呼んでいるんですけれども、そういった場合にですね、どうすればいいかというような、そんな内容となっています。今回はパソコンショップのドスパラと、ドスパラ、こちらの、ショップで、ちょっと説明したいと思います。ドスパラですね、デスクトップパソコン、こちら3種類あるんですけど、要はこれケースの大きさですね。今回はこのミニタワーというこちらで説明したいと思います。でこれケースがですね、こう3種類あるんですけど、これ基本的に大きさですね、大きさの違いで3種類あるんですけど、これ一般的にはですね、こうケースが大きい方が、性能が高くて高価というイメージあると思うんですけど、基本は関係ないですね。性能はあくまでこの中に収納されている部品の性能に左右されますので、このケースの大きさ自体はですね、直接性能とは関係ないです。ただしドスパラで販売しているこちらのパソコンについては、こちらのケースが大きい方が性能が上という、そういった部品構成になってます。こちらの、ミニタワーという大きさのパソコンで説明したいと思います。今ここにですね、性能比較とあるんですけれども、これはグレードということですね。この CPU というのが、Core i3、i5、i7 とありまして、数字が大きい方が高性能で、 CPU というのはですね、自動車のエンジンに該当する部品で、セントラルプロセッシングユニットという中央演算装置というふうに呼ばれているんですけれども、処理の、速度を、左右する部品ということになります。でこちら上がグラフィック性能なんですけど、グラフィックっていうのはですね、画面の、描画の処理速度と言ってもいいんですけど、要はですね、ゲーム、オンラインゲーム等が目的でですね、パソコン購入する人ってやっぱりグラフィックがそのレスポンスに大きく影響するので、描画性能が高いものを買いたいという場合が多いですね。で、こういうラインナップになってますということですね。それで、ちょっと、じゃあこの一番高性能のものを選んでみますか。マグネイト GE。OS、OS はお分かりですよね。基本ソフト、
Windows 11 Home 64bit で、CPU が先ほど説明した、エンジンに当たる部分なんですけど、Core i7 という、インテルの CPU ですね。で、この12700という、この先頭の12というのがですね、世代と呼ばれているもので、世代というのはですね、まあ、バージョンと言ってもいいんですけど、この数字が大きいほど新しい設計ということですね。で、700がまあグレードと言ってもいいと思います。で、グラフィックスというのがですね、まあ、描画性能なんですけど、こちらは、単独でですね、グラフィックスって専用の部品が別についてるっていうパターンと、あとマザーボードに内蔵されてるっていう大きく2つのパターンがあるんですけど、こちらのグラフィックスはですね、マザーボードに内蔵されてるタイプですね。で、メモリーが 16GB という大きさで、で、メモリーはですね、どういった目的で利用するかという、その目的によって、何ギガあるといいなというふうに選んでいくんですけれども、一般的な事務処理であればですね、8ギガあれば問題ないですね。で、16ギガですと、例えば動画編集とか、そういった重い、負荷がかかる作業でもですね、16ギガあれば問題なく使えると考えていいと思います。あとゲームでも、ゲームをやる場合でも16ギガ、もちろんそのどういったゲームかにもよるんですけど、16ギガあれば踏まないと思われます。で、ストレージは記憶装置ですね、500ギガの SSD という半導体記憶装置を搭載していますということで、これ500ギガがですね、大きいか小さいかなんですけれども、一般的な事務作業であればですね、もう十分すぎるくらいのサイズで全く問題なくて、で、あとですね、動画編集とかを頻繁に行うっていうような場合ですと、もうその動画1本で大きなものだと数十ギガというようなサイズになりますので、ちょっと十分とは言えないんですけど、その場合にはですね、ネットワークドライブとかそういった別のところに保管するという方法がありますので、通常は500ギガで全く問題ないと思います。はい。それで、構成内容を変更するというこちらのボタンを押して、ちょっと、カスタマイズということですね。それについて説明したいと思います。まず、Windows 11のですね、ホームとプロってあるんですけど、これ違いは、詳しいことはマイクロソフトの説明のサイトを参照するといいかと思うんですが、こちらのプロというのはですね、サーバーにつないでドメイン接続をする機能があると、
いうことで、まあ要するにネットワーク関係の機能が主に、まあ、含まれるというその違いなので、まあ、通常家庭であったり、あとはもう仕事で使うにしても、そういった、まあ、ネットワークでサーバーにつなぐというような大規模なそういったネットワークでなければですね、ホームで十分ですね。で、オフィスソフト、これはですね、これ、オフィスはですね、これ、注文時に一緒に注文すると、あらかじめインストールして、出荷されるので、あのインストールする手間が省けるということになりますが、まあご希望があれば、まあ、ここでチェックをするわけですね。で、セキュリティソフト。セキュリティソフトは、マイクロソフト製のセキュリティがですね、Windows 11にあらかじめで、搭載されていますね。まあ、ディフェンダーという、マイクロソフトディフェンダーという製品なんですけど、まあ、それで、私は十分と思っているんですけれども、まあ、別途こう市販のノートンですとかマカフィーですとか、そういった市販の製品がいいと思う方はここで、まあ、買ってもいいかなと思いますね。で、 CPU はもう1種類変更できません。で、 CPU ファンは、まあ、今ここにある通り、まあ、4,000円出すと高性能な、ものに交換できるということですけど、これも通常の標準構成で全く問題ないと思います。CPU ファンというのはですね、もう CPU って割とこう発熱する部品なので、クーラーとも呼んでるんですけど、その、まあ、空冷するための部品ですね。これは標準構成で問題ないでしょう。で、あと CPU グリースというのがあって、で、CPU グリースってですね、CPU とあとこちらの今のこの CPU の、冷却ですね、CPU ファンの間にこう入れて、で、密着性を高めるという部品なんですけど、部品ではないですね。まあそういったものなんですけど、まあ高熱伝導率となってるんですけど、果たしてどの程度違うかはちょっと私にはわからないですね。これあえて2000円のOプラスでこの高性能のものに変えたときに、どの程度のその冷却性能に差が出るのかはちょっと私は疑問に思ってますね。で、これは、まあ、冒頭でご案内したグラフィックということなんですけど、こちらは CPU 内蔵ですね。特に別の部品がついているわけじゃないものです。で、こちらの NVIDIA というこちらの部品はですね、部品を増設するということですね。専用のグラフィックボードという部品があるので、それを増設することで描画性能が上がるということになります。
で、電源、これ電源ユニットという部品なんですけど、これ基本構成が 550W の静音音源ですね。で、これまあ標準構成であればこのワット数で問題ないんですけど、部品を増設する場合ですね、例えばハードディスクを増設するとか、あの光学ドライブですね、あの DVD とかを増設する場合にはですね、このワット数では不足する場合があるので、その場合にはこう部品もあのこの電源もその増設する部品に合わせてこう入れ替える必要があります。もう本当にピンキリですね。でメモリーは、まあこれは基本大きいほど、と快適に動作するというものと、そう、まあそう考えてもらっていいんですけど、まあ先ほどご案内したように、まあ一般的な事務作業ですとか、まあ、簡単なゲームとか、まあ簡単なというのかな、一般的なゲームとかですね、まあ動画編集とかでも 16GB あれば、まあ不満はないかと思います。で、まあ増設する場合にはここを選びますということですね。で SSD はこれは半導体記憶装置ですね。まあ、標準サイズで500ギガで不足という場合にはここで追加することができます。はい。でハードディスク、増設するためのハードディスクですね、1テラ7000円2テラ8500円、まあこれも、まあ本体に動画とかですね、まあ写真とかを大量に保管したい場合には、まあこちらの容量ではちょっと心配という場合にはこちらで増設することができます。ハードディスクですね。で、ハードディスクがこちらは1つで、こちらはさらに追加の、まあ、2台目ということですね。で光学ドライブ、こちらは標準で DVD スーパーマルチドライブがついていますよと。で、まあ、さらに高性能のものに交換する場合にはそれを選びますと。もう最近は DVD とかついてなくてもならないし、まあほとんど使わなくなってますね。はい。カードリーダー、これは SD カードとかですね、そのカードっていう意味なんですけど、まあこれはあえて注文時につけなくても、まあ、部品として購入すればいいということで選択肢がなくなってますね。でサウンドも標準搭載のもので交換することはできないですね。でケースも交換できない、これが標準ですね。でケースファン、ファンっていうのを冷却するための排気ファンですね。ケース内の空気を排出してで、冷却するためのファンということで交換できない。で5インチオープンベイというのがですね、これは小物入れか、ドライブを追加するかというこの前面の部分ですね。
で、IEEE1394、これはインターフェースですけれども、もう今はほとんど使われなくなってますね。で、無線 LAN は Wi-Fi を利用する場合には、まあ、ここで、呼気をつけることもできるんですけど、まあ、一般に市販されているものでも、まあ、十分かなというところで、まあ、そういうのを買ってつけてもいいかと思いますね。はい、で周辺機器に進む、周辺機器は、まあ、画面モニターですね、まあ、モニター、まあ、一緒に買う場合にはここで買いますよっていうことですが、まあ一緒に注文する場合にはここにチェック入れます。で、キーボードは標準でついてますけど、もうちょっとこう高性能なものをご希望の場合にはここで選べます。まあ、あとは普通に市販のものを買うこともできますので、追加キーボード、標準マウス、と標準でついてますけれども、もうちょっと高級なものがいい場合にはここで交換変更できますということですね。マウスパッド、ヘッドセット、無線呼吸、まあ、ここで無線呼吸注文できますね。さっき8000円ってあったんですけど、でこれ1200円ちょっとですが、まあおそらくですね、そう、この金額の違いほど性能は違わないはずなんで、まあこちらで十分かなというふうに思います。で、サービスに進む、保証があって、それを注文時につけることができますね。水濡れや破損、転倒など、3年間保証、延長保証で、下取り、の場合には、安くなるということですね。で、初期設定代行、まあ、この辺は、まあ、分かる方は自分でやってもいいですし、まあ、必要ならここで注文すると、まあ、この分、この金額の分、ちょっと高くなりますよということで。で、あと出張設置というサービスもあるんですね。で、データ復旧、まあ、データ復旧はこれは注文とは直接関係ないんですね。まあ、このあたりは作業ですね。バックアップを代行でやってくれますと。で、最後にこれで注文内容を確認して、で、カートに入れて注文しますと、はい、いうことです。はい、今回の動画は以上です。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容が参考になったという方はぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。